はい、ということでね、皆様おはようございます。パート5のね、撮影をしていくっていうような感じなんですけども、撮影じゃねえ、撮りだめっていうんですかね、やっていくんですけども、目的としてはですね、イリゴニア渓谷周辺を探索し、聖剣をね、探そうというような感じになってるんですけれども、この探してる最中にですね、洞窟の中にね、入ったんですね。何古道でしたっけ？あれ書いてなかったっけ？いや、なんだっけ、忘れちゃった。ここに来たんですけれども、今回ここのダンジョンの、探索をね、していこうということでね、進んでいきます。で、初めてのね、パーティープレイということで、どうなんですかね、みんなで協力してこう敵と戦うっていうような感じになるんですかね、ちょっと分かんないんですけども、そうですね、ずっとくちゃべっててもらえたんで、早速ね、進んでいこうかなと思います。で、こっちの方はですね、ちょっと危ないみたいなんですね。ゲーム進行には無関係っていうのと、腕ダメージをしたい人以外はね、破壊しないでくださいってことなので、まあ今のレベルだとか強さ状態じゃ、まあ多分手回しも出ないというような感じになると思うので、まあ先にストーリーの方進めようかなと。で、このゲーム2周目あるかどうかちょっとわかんないですけど、多分そっちの方でチャレンジしてみろっていうことじゃないんですかね。まあちょっと今の段階ではね、何もわかんないということで、進んでいこうかなと思います。お、来ましたね。いいな、この曲。そうか、敵が出るために曲が変わるっていうね。あれあれ、壊せないのかな。あ、こっちにそもそも行けないっていう。ダメですね、壊せないんだ。さあ、どんどんじゃあね、調べていきましょう。なんだあれ。あら、何かしら、あの丸いの。ああ、そういえばメーベルはこの地方の出身ではなかったな。あ、そうなんだ。じゃあガドフォールさんとトーマ君、シリルさんはどうなんだろうね。あれはモンスタージェネレーターといって、モンスターを生み出す代物だ。え、まあ怖いわ。ってことは、あれを壊せばモンスターが出なくなるってこと？なに、心配することはない。モンスタージェネレーターは自分からは攻撃してこんのだ。前から思ってたんですけど、ガドポールさんの声、誰かの声に似てるというか、聞いたことあるんですよね。ワンピースのサンジかな。ただし、結界に守られている場合には先に周りのモンスターを倒さないと、モンスタージェネレーター本体を壊すことはできる。今は結界出てるのかな、ちょっとわかんないけど。私はあまり声優さん詳しくないので、ちょっとわかんないですけども、後で調べてみようかな。そういうこと。とにかく先に周りのモンスターをやっつけとけば、なんとかなるんだよ。なるほど。うお、とりあえずじゃあやっつけとこう。お、レベル上がった。でみんなレベルあるんですね、トーマ君だけじゃなくて。で、僕はアイテム回収して、で攻撃する。お、すごいな。あ、やべ、メールの音拾っちゃったかな。まあ大丈夫か、別に。マナにするの忘れてた。なんかこれ色違うような気がするけど、大丈夫なのかな。あ、特に何もないわ。まあ1個目のダンジョンということで、そんなに迷うようなこともないんじゃないですかね。あまり分岐であるとかね、道分かれすぎてるとちょっとややこしいんですけどね。ここにいるクリーチャーたちもそんなに強くないので、強くないというか、
前にも出てきてるやつだよね、こいつ。この雲。さあ、ということなんですけども。モンスタージェネレーター以外には目立ったものはないですかね。ああ、すごいことね。回収。例えばあれ使ってないね。両手剣使ってないね。お金がたくさん。あれ？あっち側にいるのかな？曲は鳴ってるけど。こっち側にいるんですかね。入れて出た。よし。装備で。どっちがいいだろう。スティンガー。あ、これ片手剣か。じゃあこのツバイハンダー、こちらでちょっとやってみようかなと。でかいね、やっぱり両手剣。重たい。威力があるのかな、でも。やってみようか。あまり立ち回り早い相手には向かないかもしれないですね。なんだこりゃ、随分でかい壁画だな。どうやら聖剣シャイニングフォースの伝説を描いたものらしいな。向こうに見えるのが見え神と天空戦で、こっちが聖剣を手にした勇者だ。見え神、神様、生贄？ん？なんだろう。天空戦はまあ船ですよね。その伝説なら私も知ってるわ。確かこんな感じのお話でしょ。遥か昔、世界が煮え神によって滅ぼされそうになった時、聖剣の勇者が戦いを挑んだ。煮え神は悪い存在なんですね。魔王みたいな感じなのかな。長い戦いの果てに勇者は煮え神を倒した。けれど勇者が生きて戻ることはなく、戦いの後には聖剣だけが残された。へえ、面白いな。その話、俺が知ってるのと同じだよ。エルフ族にも同じ伝説が伝わってんだな。あ、ここに関しては同じように伝わってるんだね。エルフ族どころか魔族にも同じような伝説が残っているらしいぞ。シリルがこういった話に詳しくてな、前に聞いたことがある。そういや、あいつ歴史学者だとかなんとか言ってたっけ。学者さんだったんだ。でもこんな壁画があるなんて、もしかするとここに聖剣シャイニングフォースが眠ってるのかもしれないぜ。うん。落ち着けトーマ。こういった壁画はよく見かけるものだぞ。あ、よくあるんだねこれ。そんなに珍しくもないんだ。なんだそうか。まあいいや、とにかくこの先を調べてみようぜ。はい、ということでね、これが例の壁画みたいです。天空戦、それから勇者。え、煮え神ってどれのこと言ってんだろう。わかんないよ。よいしょ。上がってきたからこっちですか。行き止まりかな。あ、行けた行けた。で、アイテムもちゃんと回収して、あ、いた。ちょっと振り遅いからダメかな、やっぱり。動き遅いやつにはいいかもしれないけど、虫とかそういう軽い敵には普通に戦った方がいいみたいですね。サークルシールド。あの青いの何でしたっけ。ミスリル、どこで使うんですかね。回復。あ、でセーブあるんで一回セーブしますか。片手剣に戻して、スティンガー、これミドルソードよりスティンガーの方が強いと思うので、こっちで装備して、でウッドシールドよりこのサークルシールドの方が強いので、こちらを先ほどね入手したサークルシールド装備ぐらいかな。セーブ。
レベル4か今。あ、そう、ファイル鼓動ってとこですね、ここの洞窟。スパークボム。この剣は、あれか、雷の魔法使えるのか。あ、まあ、ボムだから、やっぱり、設置するんですよね。あれ？よくある、振ったら爆発かなと思ったけど、違った。誘導しなきゃダメなのか、じゃあ、この上に。そうですね、まだ、もう少し時間。おぉ、びっくりした。あれチャージなんない、なんで、あ、すごい食らった、強いやつ、よいしょ、チャージあれば、はい、広い範囲でこう攻撃できるんですごいやりやすいですよ、いつ、よし、本当に足元に設置するからちょっと微妙ですね、誘導しないとダメなんだやっぱり、よいしょ、あれ火と氷の魔導書ってもう持ってるんですよね、もう一個手に入っちゃった、まあ、どっちにしシリルさんがいないんであれば意味ないか、これが、うん、間違いあるまい、あれオープニングの最初で出てきた剣とそっくりですね、あれがシャイニングフォース？聖剣、シャイニングフォース。さて、順番を決めねばならんな。聖剣を抜く順番を。コインでいいだろ。裏と表を当て続けたやつが一番ってことで。うん、わしはそれで構わん。私も。それでいいわよ。よし、恨みっこなしだぜ。それではメーベルが一番、わしが二番、最後がトーマのちゃんだな。うん。今一度確認しておこう。この中の誰が聖剣を抜いたとしても、他の者は聖剣の主の望みを叶えるために力を貸すという約束だった。あ。そういう約束のもとに動いてたのか、分かってるって、その代わりちゃんと約束を守った仲間のために今度は聖剣の主が力を貸すんだろ、まあ要はみんなでお互いにこう望みであるとかそういうのを叶えていこうってことか、うん、その通りだ、ええ、そうだったわね、じゃあ私からやるわ、私は聖剣の力で私たちエルフの民を救いたい、戦乱に巻き込まれ滅びかかっているエルフの民を、あ、そういうような背景があるわけですね、エルフは滅びかかってるのか、そのためにどうか力を貸してちょうだい、お願い聖剣さん、抜けへん、ダメみたい、抜けないわ、それではわしの番だな、わしは騎士の信念を貫き正義を世に示すための力が欲しい、聖剣よ我が思いに応えてくれ、やっぱり抜けないみたいですね抜け、わしには資格がないということか、待ってました、やっと俺の番が来たか、聖剣のやつ俺に抜かれるためにおとなしく待ってたみたいだな、で最後は主人公のねトーマくんがチャレンジするっていうような感じですね、さてと、やめてトーマ、お聖剣には手を出さないで、お願いだから、なんだよシリル、びっくりさせんなよ、その聖剣が抜けたら世界の運命が大きく動き出すわ、いい加減な気持ちで手を出したら大変なことになるのよ、ちょっと落ち着けよ、急に現れてわけのわかんねえことまくし立てんなって、ねえ、分かった、俺が聖剣を抜いちゃいそうだから
おめえ心配なんだ。先に抜かせろって言いたいのか。そんなこと言ってないわ。トーマのような人には聖剣を抜いてほしくないって言ってるのよ。え、とりあえずお話ししようか。大丈夫。トーマみたいに何も分かってない人間が聖剣を抜けるはずないわ。すごいやつだなお前。いくら自分が聖剣を抜きたいからってそんな言い方しなくてもいいだろう。一回ずつでいいみたいですね。もし誰も抜けなかったらどうしましょう。心配すんなよメーベル、俺が必ず抜いてみせるから。トーマよ、頼んだぞ。何としても聖剣シャイニングフォースを抜いてくれ。わしには無理だったが、お前ならできるはずだ。さすがガドフォール、見る目があるぜ。聖剣の主の資格を俺が持ってるって見抜いてんだね。いや、そんなに真に受けるの。実のところ何の根拠もないのだ。なんかそんなような気がするんだろうね、多分。お前なら抜けるだろうっていう。そうですね、じゃあ早速チャレンジしてみましょうか。まあシリルさんはやめろってことなんですけど、これやめれんの？多分無理だよね。どこ行くんだってなるよね。アイテムとかもなさそうだし。トーマよ、どこへ行くのだ。聖剣を抜くのではなかったのか。キーが変わったっつってね。オッケーオッケー、じゃあ早速やってみますか。じゃあやんなきゃ進まないんだよね。行きましょう。俺は王になりたい。この世界の王に。今の馬鹿げた世の中にはうんざりなんだ。だから力を貸し上がれ、シャイニングフォー。ああ抜けてないですね。あい？変な声出したよ。スポンって。やったー。なんだ、どうなってる。抜いたことによって変化が現れてるのか。なんか出てきたよ。なんだこれ。要塞？一体何が起こったんだ。それに聖剣シャイニングフォースが、なくなっちゃったん。まさかトーマが本当に聖剣の主になってしまうなんて。なんかスポンつって抜けちゃったね。ようこそマスター。たった今この城は100年ぶりに目覚めた。あ、お城だったのか。100年ぶりに目覚めた。誰だ、新しいキャラクター。私はこの先にいる。さあマスター、この城はあなたを歓迎する。聖剣の力を受け継いだあなたはこの城の主なのだ。突如現れてお城の主になってしまったトーマ君ってな感じでセーブですね。あ、時間もいい感じなんでここでセーブして、今回のパート5締めようかなと思います。とりあえずセーブ。はい、ではね、皆さんお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。そうですね、近いうちにまたパート6の方もやっていって、この続きね、城の秘密であるとか、話しかけてきた人物は誰なのかっていうのが判明するような、パートになるかと思います。次のパートね。で、そうですね、今回はもう時間20分とかでいい感じなので、一旦切らせていただいて、次のパートでね、また細かくこう調べていこうかなというふうに思っております。
はい、ということでね、今回のパートもありがとうございました。お疲れ様です。よかったらね、次のパートも、継続して見ていただいたら、いいのかなと思います。それでは皆さんね、今回のパートはここで、お別れっていうような形になりますね。近いうちにね、またパート6の方をやっていくっていうような感じになると思いますので、ぜひそちらの方も、チェックしていただければ、幸いかなと思います。はい、ではね、今回のパートはこの辺で切らせていただきます。バイバイ、お疲れ様でした。